これが私の病室になります。で今から紙パンツとズボンと上を着替えたいと思います。うがい、歯磨き、洗顔をします。とても苦いです。うがいもして着替えもして、準備が整ったので上の階に行って先生に、最終相談をして手術に行っていきたいと思います。それでは楽しみにしててね。はい、うがいと洗顔、そして着替えも終わったところで、最終的にどういったところを悩んでいるのか3人の先生に、聞いてもらいました。まあ、主に手術するとこは、すごい目がつり目なので、まあ、ちょっと目を垂れ目にするっていうところと、まあ、鼻がちょっとねこうわし鼻なんですけど、こうわし鼻を直して鼻のちょっと丸い先端を直すっていうところですね。あとここの頬骨、そして顎、このラインを調節してくれるみたいです。まあ、あとちょっと胸の方もだんだん垂れてきたのでそれを調節してくれる手術をします。でやっぱり緊張とかもあるんですけども、やっぱり変われる自分、今までコンプレックスだったところが改善されるのでとっても楽しみです。それでは手術に行ってきます。楽しみにしててね。